はい、明けましておめでとうございます。どうもフレデリカです。今ね深夜の3時46分なんでちょっと小声でいきたいなと思います。ってことで今日はお正月コロシアムの編成紹介なんだけど、今回正直ぶっちゃけ周回しなくていいです。紙結び持ってるよって人は周回したらまあまあうまいのかなって思ってます。まあ、ただ無理して紙結び取ってまで周回する必要はないから、今回全然スルーでいいと思います。まあ、ただモンポ900とコインがもらえるんでうまいっちゃうまい。でもジョジョコロシアムを優先してください。ってことで早速編成紹介していきたいなと思います。一応ね PDC の画面出てると思うんだけど、紙結びですね、今回リーダーに採用してます。超覚醒7コンボ強化動画では使ってるんだけど、コンボドロップ強化にした方がねエノーラの階層が楽になるから、コンボドロップ強化推奨です。で継承なんだけど2ターン継続のダメージ無効貫通のスキル、今回は秋音武器継承してます。で、シバドラですね、シバドラにはマドゥ武器継承してます。一応動画ではこれあれだね、シーウルフの時計つけてるんだけど、マドゥ武器がコンボドロップ強化とヒレ付きを持ってるから火力盛りつつねエノーラの対策もできるってことで、今回ね優先して継承してください。まあ、今回こっちのマドゥ足んなかったんで、シーウルフで代用してます。で、ヤマタケですね、ヤマタケは回復エルジにしてスキブ潜在つけてます。で今回大活躍してくれるアレキサンダーの見聞録を継承してます。これ理由としては泥鏡と、あとスキルのダメージ吸収ですね、カンナの階層で使います。で今回フレンドウルトラマンレオですね、ウルトラマンレオスキブ潜在に 1.5 倍上限で、アシストは自由です。まあ、ただエンハンス1回でエンハンスの上書きを使いたいので、レオ自身のスキルを使いたいので、まあ、溜まりにくいスキルもしくはエンハンスのスキルを持ったキャラ継承してください。